ドリーム&ドリーマー。わあ、なんだこれ、かっこいい。これは？実は僕が作ったんです。この映像を作ったのは川原デザインアート専門学校に通う竹方浩太さん。今回は映像クリエイターを目指す学生に注目。映像クリエイターっていうのもいろいろ仕事があるので、その中でコンポジターという仕事を目指しています。コンポジターは CG とかその映像素材をいろいろもらってそれを組み合わせていくっていう仕事になってます。合成なんでいかに違和感なくするとか、光の反射だったりとか影とかもうまくやらないといけないので、そういうところが難しいですよね。コンポジターを目指して日々勉強をしている竹方さん、高校生の時から映像制作に興味があったそう。昔から変わったことがしたかったので、基本 YouTube とかでその情報を集めて動画撮ってつなげたりとか、メイキングを見るのがめちゃくちゃ好きだったので、こういう工程があってその合成やってますみたいな動画を見るのが好きだったので、こういうことしたいなってのまとめて、それを自己流になんかいろいろアレンジしてとかでやってました。自己流で映像制作をしていた竹方さん、なぜ川原学園に？姉がいるのでこの学校に、それでこの学校を知って、学校の設備とかも見て、カメラとかも充実してて機材系もたくさんあったので、ここだったらよく学べそうだなと思ったのでここにしました。コンポジターの魅力は？最初の元の映像とその完成した後の映像を見比べた時に、こんだけ変わっているのかってなった時が一番面白いです。1年生でこんな映像を作れるなんてすごい。そんな竹方さんには大きな夢があります。合成ってこれからの時代にいろいろ映像系にも関わってくると思うんで、いろんな人を楽しませれる動画を作りたい。将来は海外でも戦っていけるようなすごい映像クリエイターになりたいと思っています。現役のクリエイターが講師を務め、最先端の機材が充実の川原デザインアート専門学校、2024年度にネット動画クリエイター科を新設。番組企画から撮影編集など動画制作を幅広く学ぶことができます。またデジタルデザイン科は 3DCG ゲームアニメ化に代わってさらにパワーアップ。ご覧の日程でオープンキャンパスを開催します。ぜひご参加ください。